リカ役の平島なつみです。水島まりか役の岡田芽衣です。日高沙織役葉月ひまりです。松山ダリア役根岸愛です。はい、ということで今回も、ブシロードさんのスポーツジムからお届けしています。はい、でも何するかあんま聞いてないけど、まあ、絶対動くよねこの感じはね。うわー、こんにちは。わーすごい、現れた。この方はスポーツジムブシロードウェルビーのトレーナー佐々木大地さん。今回はもしかして私たちも先生のようになる企画ですか？DJ をテーマに仕掛ける新たなメディアミックスプロジェクト D4DJ。 この番組は D4DJ のユニットの一つ、最強のビッグウェブを巻き起こす私たちマーメイドの冠番組 D4DJ。 マーメイド。ガルパとテレビアニメ東京リベンジャーズのコラボが開催。クライベイビーのカバー楽曲として追加。みんな暴れる準備はいい？バイスシュバルツ、東京リベンジャーズがカードゲームになって登場。ここでしか手に入らないバイスシュバルツだけの書き下ろしイラストも多数収録。バイスシュバルツ東京リベンジャーズブシロード。ロンドのファーストアルバムが登場。新曲信頼ほか10曲を収録。ロンドファーストアルバム信頼、5月25日発売。私たちの音聞いてください。あのシャドーバースがついにトレーディングカードゲームに。あまたのカードを使って勝利をつかめ。シャドーバースエボルブ発売中。はあ、マーメイド。あ、来た、来ました、ハマーカード。5月の D4 フェスに向けてダンスのキレを磨け。マーメイドの皆さんの、ダンスのキレをさらに良くしていくために、体幹のトレーニングと、あと柔軟性向上のためのストレッチを用意してきました。大事なやつだバランスボールを使った体幹トレーニング、クロスレッグツイスト。お腹力入れる。そうこれは絶対にきつい。ボール挟んだまま回ります。はい、ツイストするんだ。そういうことですか。お腹落とさない。めちゃお腹落としちゃダメだよ。落とさないダメだよ。反対いや、私たちもやるからね。メイちゃんのこんな声初めて。はい、お腹上げて、お腹上げてこういうこと。そんな何回もできなくない？おー、かっこいい。かっこいい。おー、すごい。そんなもん楽しいです。元カノのやつがいい。お腹に効いてます。はい、それでは次は、柔軟性を高めるためのストレッチをやっていきたいと思います。はい、まずは柔軟トレーニングをする前の体の可動域をチェック。ストレッチポールを使って柔軟トレーニングをスタート。わかりました。肩甲骨、はい、これですね。丸まった背中をストレッチします。はい、肘で床をタッチするようにして広げていきます。胸も伸びる。肘を床につけるイメージ。肘引かないよ。肘を床。まだ体が硬いみたいですが、息を吐きながらふー。OK、はい、そのままもう一回、はい、もう一回やってみると、ねえ、さっきさ、やった時よりも腕がつく。あれ、不思議じゃない？引っ張られなくなってきた。え、めっちゃ伸びてる、すごい。すごい。引いた。どういうこと？なんで？姿勢良くなった。お、すごい姿勢良くなりました。これ。本当だ。みんな伸びてる。じゃあ今度は肩甲骨周りを、大きく動かしていきます。手を縦向きに置いたストレッチポールに寝転がり、巻き肩をストレッチ。手浮かない方がいいです。肩甲骨がゴリゴリ動いて、手で丸を描くように。あ、めちゃくちゃ肩甲骨がゴリゴリしてる。なんかすごい動いてるの分かるよね。続いて広背筋をストレッチ。上手。おー、よく伸びてます。やっぱポール欲しくなってきた。本当に欲しい、これ。さらに広背筋をより強くストレッチします。
果たしてストレッチの効果はあるのでしょうか。再び体の可動域をチェック。ひまりの顔が目に見えてわかる。いや普段ここら辺なんか結構凝り固まってるねって言われてきたんですけど、ストレッチを結構この短い時間やるだけでこんなに変わるなんてびっくりだし、絶対このポール家で買ってやろうと思いました。はい、マママカードが来ちゃいました。来た、はい、なんだ、5月の D4 フェスに向けてプロポーションを磨け。おー、大事、磨きたい、磨きたい。で、まず最初にやっていただくのはお尻周りのラインを鍛えていく。ありがとうございます。はい、バーベルを使ってお尻やもも裏を鍛えるトレーニング、デッドリフト。はい、まま立ち上がります。おお上手。おー、少し見せて、はい、はい、じゃあそのままお尻を後ろに突き出すようにしながら、おお、いいですね。で膝も少し曲げていいけど、でもう少し、はい、じゃあ繰り返しやってみましょう、そのまま。よいしょ、おー、すごい。あ、無理だ。これ多分ひまり無理だろ気がする。すでにひまりちゃって無理だ。続いてメイさんがチャレンジ。ちょっと待って。そんな、なんちゃん軽々って開けてたよね。なんで上がるのこれ、ちょっと待って。はい、もう一回やって。めっちゃレッツゴー。これ気合い出ないと思ってるよ。アイポンはどうでしょう。どうぞ。よし、よしよしよし。あ、ブルブル。体験ここ気をせるよ。でも私そんなに重くないよ。あ、ほんと。でもアイポンの顔ガチなんだよね。いけたらじゃあそのまま繰り返し。踊ってる時よりさ、ガチ。上手上手上手。最後はひまりん。終わった。気合い入れろ。ひまりん気合い入れろ。いけ。せーの。あー、せーの。おー、おー、すごい。おー、すごい。顔が。ねえ、髪赤いんだけど。はい、はい、はい、ゆっくり下ろします。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 鼻の下伸びてるぞ。大丈夫だよ。はい。オッケー。やるだけ、やるだけもやる。メイさんよりも上がってたよ。食べたかった。でも一番顔赤くなってる。今もちょっと赤いもん。めっちゃ重い。マシンを使ってお尻周りを鍛えるトレーニング、ヒップアブダクション。2、1、止めて。え、難しい。止める。後背筋を鍛えて美しい姿勢を手に入れるトレーニング、
ラットプルダウン。ここからじわじわときつくなってきます。2回目これぐらいで、これぐらいで、はい、もう一回、はい、しゅー伸ばす気がないんだ、ね、胸で迎えに行く感じ、胸で迎えに行く感じ、理解、あ、そう、上手、ナイス。これでね、なんかさ、こういうの本当見てて思うけどさ、人によってさ、得意な種目とさ、全然違うね、筋肉のついてる、皆さん、数えてあげましょうか、なんか今次5、次5、ひまりん、行ってみましょう。やばいこれ。はい、休憩休憩伸ばして、ほんまもう手離したら落ちちゃう、手離したら落ちちゃうこれ本当に無理、5回までいける、あと2回、あと2回無理かな、加藤ちゃん、加藤よいしょ大丈夫大丈夫無理あるよ、でもあれだから、じゃあひまりができなかった分アイポンのほら、そうね、隠してね、じゃあ5キロね、あ、これやばい、これ合ってますか、はい、OK です、ひまりのできなかった分を託されたアイポン、果たしてできるのか、あれきついこれ、次は胸のトレーニングを、はい、バストアップ、バストアップ大事ですね、まあもう大丈夫だけど、まあまあ、なっちゃう、なっちゃうやっていいかな、大胸筋を鍛えるトレーニング、チェストプレスどうした、動いてる、最初動いてる、ちょっと動いてる、あれあれ前にやるのね、前に出すんだよ、ひまり、ボケなくていい、ボケなくていい、おー、分かった、せーの、足が出てきちゃって全身運動だね、全身で下げてる、下げてる、自分でね、いくつにしたの、10 ほらせーの、トレーニングは個人の力量に合わせて無理をせずにやりましょう、肩を後ろに横たまま、胸張って胸張って胸張って、力入るときたら鼻の下伸ばしてみんなの癖が出てくるね、わかる、恥ずかしい、胸を起こして背中してられて、はい、ロープ、いいよいいよ、シーチハーチキュナイス俺なんか戻して戻して
でもこれ20キロ結構重く感じる。1、2、上手。3、めっちゃさ軽く見えるよね。アイコン余裕。すごい、あいちゃん。いやでもめっちゃ結構効いてるよ。最強キリ効いてる？効く効く。8、あ、これ最後の方結構やばい。9、10、 OK。 パワー、パワー、パワー。はい、確かに重たい。意外と1、2、胸張って胸張って胸張って、そう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 、じゃーん、虹ヶ崎学園のスクールアイドルたちがバイスシュバルツに登場。カードゲームで紡がれる9人と1人の物語。ブースターパックラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会。 I have a dream。 ガリガリチャリン。リバース、スマートフォン向け RPG ブルーアーカイブがリバースに登場。リバースで学園の日常を小さな奇跡へ。リバースブルーアーカイブ、ブシロード。まあまあまあマーメイド。アイポン先生のボスグルミクーターだ。今回は私がなっちゃんに稽古をつけましょう。あ、いいですね、いい感じ、やっぱ鍛えたからね、はい。それではなっちゃんのぐるみき稽古スタート。こっちも結構好きなんだよね。そうですね。これ聞くとどんな感じ、なっちゃんどんな気分になる？え、テンション上がるよね。どんな感じでテンション上がる？言ってみよう。いいよいいよ。はいはいあ、でもなんか体がそんなに乗ってない。おーい、おーい、乗ってきたね、温まってきた感じするわ。うわ、音が盛り上がってきてるなっちゃん。はい、あ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 、そんなもん、そんなもん、なっちゃんもっといけるんじゃない。おい、え、え、おい。あ、いい感じで繋がってますね。ねえ、コンボがね、いけいけ。なんかテンション低くなる日とかある？いや、ないよないよ。一瞬たりでもテンションが低いところある。休日のなっちゃんどんな動きしてる？休日のなっちゃんマジこんな感じ。あー、やばい。よし。二人はなんかないの質問？なっちゃん今日一番辛かった筋トレは？
なんか足を広げるやつ。ああ、これやってみたらちょっと。ね、確かに。そんなもっと開いてたりだったよ。パパって言ったよ。そうそう。あれリズムに乗って、リズムに乗っていけんじゃない？鍛えた成果出せるか？旅盛り上がる、旅盛り上がる。あ、来た来た来た。一番盛り上がる。はい。はいはいはい。調子に乗るや。はいはいはい。いい感じに。もっともっと盛り上がっていくよ。アイコにプレッシャーかかってるんじゃない？かけられてる私大丈夫。大丈夫、いけてるいけてる。アイコロもありますから。はいはいはい。いいよ。あーいいですね。やべやっちまった。は途中です。はい。なっちゃんの得点は55,154です。お結構高得点なんです。高いですか？高い高い。それでは。アイポン先生のグルメ稽古スタート。おっ、じゃあアイポン、やっぱ今日した筋トレ思い出していった方がいいんじゃない？そうだね。そうだね。でもいっぱいあったからなんか思い出すも何もどうしようかな。あのさ、一番最初に言ったらこういうやつ見て見て。あーで、あ、こういうやつこういうやつ。こういうやつね。あのそういうやつそういうやつ。やって。はいはいはい。で、あと何したっけ？あとは背筋とか。あの腕をね、こう上げ下げて、肩上げ、肩上げ、肩上げ、こうやるやつだ、多分。肩上げ、肩を上げるやつ。そうそう。あとこうやって上から下げて、こうやって手上に上げてさ、手アイポン上に上げて。私ね、腕がね、もう一本ずつ生えてて、透明なのよ。で今ね、上げてる。何言ってるか分からない。あとほら、表記したりだよね。こうやって前に出してたよね。あとほら、伸ばしてみてて。あとさ、バランスボール使って体ひねったりもしたよね。ひねってみなよ。もっとひねった方がいいんだね。今日ほら、ひねってて。やろう。アイちゃんさ、今日一日疲れてたんで、ちょっと柔軟みたいなのした方がいいんじゃない？確かにね。体伸ばしたら？伸びてるの？本当？あれ？アイポン。アイちゃん、今日最後にさ、うちら4人で勝負したさ、あのこうほら、あの足こうやってやって、なんか。やばい！やったー！イエーイ！くそー！アイポン。もうちょっと鍛えたいところないの？ちょっともう今日結構十分かな。やっぱりこうちょっと肩とか回したらこう最後のさ筋トレ後のストレッチ大事だよね。すごい。ちょっと姿勢ちょっと悪いんじゃない？もうちょっと正した方がいいんじゃない？あいつもうちょっと姿勢良くしないとほら。姿勢良いです？あばちゃん。あれ？あいつもうちょっとほらもっとリラックスして。ごめんね、ごめんね。忘れてたのね。わーおー。はい、終わりました。ということで、アイポン先生の得点は58,308ということで、アイポン先生の勝ちです。やったー。はい、というわけで、なっちゃん来ました。はい。負けた人は、カメラ目線でサイドチェストって、叫びながらポーズをとって、はい、はい、膝を少し曲げて、はい、こっち側をつま先上げておきます。真剣に、はい、じゃあこっちの手曲げます。お、お強そう。上の手で押さえます。脇を締めましょう。胸を張って、はい、このままグーッ。はい、サイドチェストイエーイ。満足か、これで。これで満足か。これで強くなったでしょう。ママママーメイド先生、どうですか？プロポーションは私たち良くなりましたか？どうかな。とっても美しいプロポーションに。あー、優しい。ありがとうございます。はい、ということで今回のママママーメイドはここまで。また次回お会いしましょう。せーの、ママママーメイド。バイバイ。あの、ま
ママママーメイド言うじゃん、うん、はいはい、あちょっと今回さ、ね、うん、アイキャッチどあれもうこのあの筋トレでどうやって言おうみたいな感じじゃなかった？あれね、なんか毎回あれ考えるのが一番大変だよね。番組内でね。いや、うん、iPhone のさこれ持ってさ、うん、そしたらさいきなりスタッフさんがこうやって言ってくださいみたいな言い始めてさ、10キロ上がらないだろ。これで精一杯だもんよ。周りが一斉に止めてたもんね。いや無理ですよ。無理ですよ。だから国木の策でこうなったね。遠心力で頑張って多いっすよ。それでオールスターカードゲームユニバース20周年を記念したクロスオーバー作品カギナゴがユニバースに登場。トライアルデッキカギナゴブシロード D4DJ からカバーアルバム第4弾が発売。いろいろな名曲が勢揃いですぞ。今回はミチルも歌っちゃうのだ。 D4DJ グルービーミックスカバートラックスボリューム4好評発売中。ねえねえ聞いた？マーメイドのファーストアルバムが登場だって。 A バージョンには私たちのファーストライブ映像、 B バージョンにはアルバム